遊んで、ちょっと待ってくださいね。ああ、音合わせと、ネロさんの放送、ちょっとだけ見たかな。クリア大丈夫ですかね。で、よし。13時31分、42、43、44、45。これで GoPro の準備 OK。お待たせしました。さて、今日はですね、5年前に実家の近くで一部、区間が廃線になった線路があるんですよ。西鉄宮地岳線って言うんですけど。うん。あ、GPS は、そうか、GPS ちょっと待ってください。GPS はそうだ。今これ、実家の近くだから、天気はですね、超曇ってます。今ここはですね、変えれました。非送信地帯、これオフに、全部オフにできないんだっけ。まあ仕方がない。実家の近くだけ消すか。削除。実家だから非送信地帯エリア名のことは JK って名前つけてるんですけどね。いや、結局この近く通るんで、これで10秒後に行きます。危ない、グローブ落ちてた。お、新宮、西鉄新宮駅からスタートするためにこれから移動します。今甲賀の方なんですけどね。カメラの高さは大丈夫かな？あとは、オートフォーカスですね。手動フォーカス。これで OK。あ、ちなみにカタカナでフォーカスって書くと NG になりますから、カスっていう文字列で。あの上のカス、駅伝、コメントだけ見てました。ゾウに食べました。実家のゾウにがやっぱり一番前ですね。他のゾウになどカスだ。よっ。お餅はですね、昨日と今日で6個食べたかな。雑煮に入ってる餅で。まあ、切り餅ですけどね、切り餅サイズで6個。よし。じゃあ、自転車こんなんです。古賀正夫って誰だっけ？で、今この場所は、役場前です。そう、うまいんですよ。っていうか、出汁が特にうまいんですけどね。昔ここは古賀町の町役場だったんですけど、今は古賀市の市役所になってます。ん？戦争。あ、ゾウニはそうですね。他のゾウニを否定すると大変なことになりますね。なんかあんこ餅なんてありえないとか言おうもんなら、私あんこ餅ありだと思いますけどね。と、フォローしておきますけど。ふぅ、古賀市民憲章。じゃあ、こっからスタートってまだ配線後にはこれから行くんですけどね。さてと、どっから行こうかな。こう来たからこう、あれ？ちょっと待ってよ、こう。やっぱり線路も行くか。そう、ビアンキ。ビアンキのビアンキ色じゃないやつ。チェレステカラーじゃないやつです。空気、気温はそんな低くないんですけど、風が強いです、今日は。12月じゃないや。正月にしては気温はだいぶ高い方だと思うんですけどね。で、これが、下手したら、小学校時代とかの、おめでとうございます。小学校時代とかの知り合いに出会う可能性が、危険性が高い古賀神社。今ヘルメットのに GoPro つけた状態であったら、なんて説明していいものやら。あとそっちにはグルメシティがあるんですけど、昔はユニードって言ってました。ユニード、ユニードっていつから、いつ、え、もう電波悪い、早いな。それか接触かな。電波はここはバッチリのはずだけどな。よいしょ。ちょっと、ちょい待ち。なんで？本当だ。
で、電波ですね、すね、移動します。普通にですよ。よいしょ。国道の方がいいかな、3桁国道。昔はあの国道3号線だったとこなんですけどね。ここから向こう行くか。遭難予定、2年前ですかね、それやったのは。にっちもさっちも行かなくなって危なかった。いや危ないって死にはしないんだけど、電波ぽい。箱崎までは行かないですね。新宮までだから半分くらい、箱崎までの。風強え。で、ちょ、聞こえない。風が。やっと、何もの風。ふう。危険性とは。あ、さっきの古賀神社の話か。5分くらい経ってるかな。ありますよね。ラグどころの話じゃない。なんだこりゃ。国道に着いたらちょっと電波状況確認します。バカ殿、ごちゃごちゃ説明することになりますね。またお自転車乗りだ。どっち向きの風だこれ。西風か。全般的に言うと追い風なのな。さすがいか。何それ。ちょっと歩道に入って、西鉄。これでどうだ、ここでどうだ、電波状況。お、復活してる。よし。リロードください。これで復活してる。箱根駅伝でも風吹いてるんですか？あ、アーツさんはなんか風で苦しんでたんでしたっけ？ここで国道に出たら急に良くなりましたね。で、こんにちは。ここはですね、この信号は終末処理場入り口でございます。なんて書いてあるの、あれ。なんとかトリートメントプラントって書いてあるけど、ん、ゾウには魚、ブリが入ります。天気は超曇ってます。明るさがうまくいってないですね、こりゃ。おめでとうございます。緑区ではなくて古河市、福岡県古賀市。見事に帰還しました。見事としか言いようがないですね。さすがだ。これ明るさ、寝具、これから寝具に向かいます。もうちょっと明るめにしとくかな。少しだけマニュアル調整して、よっと、こんな感じで。
これで少し見えるように、ああそうでもないな、ちょっと白っぽすぎたら言ってください。再調整しますんで。よし、昨日後半ダメでしたね。でもあの状況面白かったです。駅間、ああ JR の、あ JR のこの辺りはですね、私が福岡で出て東京に、東京というかまあ関東に出て行ってから駅が3つか4つできてますよ。新宮と古賀の間、あ、カシーと古賀の間ぐらいかな、 3つとか4つとか言うと、獅子部とか新宮中央とか、あと何ができたっけ。明日から仕事なんですか。明後日から仕事です。明日はあの夜の便で羽田に飛んで、で明後日から出勤です。廃線に、そう5年前になったみたいですね。ただ宮地岳線全部じゃなくて新宮から北側だけです。あ、なんて、あれは西鉄新宮駅だったんですかね、駅名は。で今はその新宮、起点の新宮まで移動するために、いや、ごめんなさい、聞こえなかった。なんとか早いですねって聞こえた。船乗り場、船乗り場ってのはどこだろう。新宮ですか。もう少し、もう少しだけでもないの、もうもっとあるな。で大体うちは実家はですね、廃線になった区間の真ん中あたりに位置してるんで、その真ん中から廃線された区間の一番さ、博多寄りの方に今移動してます。廃線跡はまだこれから、あと で、ルートラボの予定ルートが変なことになってるんですけどね。あ、コボスケさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あれなんだっけ、会場の、あ、そうそう、会場に線が引いてあるんですけど、それはまず線路の跡をの線を引いて、で、そのために古河市の観光地はですね、薬王寺温泉ぐらいかな、観光地といえるのは。うん、今日運動のために、新宮からなんとかの乗り場、船着き場ですかね。新宮にあったっけ、新宮駅の近くに。やっぱりこの線は狭いよな。これは昔国道3号線だったんですけど、別にバイパス的なものができたんで、今3桁の495、普段、ユニクロ。箱根、結局全員追いつかれたんですかね、箱根駅伝の自転車先行組は。ん、あれは2人乗りしてんのか。荷物が多くてどこからどこまで人がわからない。そう、旧国道ですね、ここは。横風が、あ、これ西鉄バスの基地かな。ん、ステファン誰、なんか読み上げが聞こえないな。音量いつもより少し大きめしてるのに。勝手したら結構そうですね。この道をずっと行ったら歌詞通り過ぎて、でそれからもう倍ぐらい、もう同じぐらい距離行くと博多に着きます。しかし天気悪いな今。雨はですね、山の方ちょっと降ってるんですけど、海沿いの方はまだ少ないみたいです。本気で降り始められたら松貝餅か、どうしようかな。うん、ピザラの、あ、ホームページ飛ぶのか、あれは。
確か前それ聞いたな。すいません、いや今日はあの単に運動っていう意味とあの GoPro で配信後を撮っておきたいなと思って、特に沖縄では風が強くてフェリー欠航しちゃいましたからね。おめでとうございます。風強え。あ、実家じゃなくてあの今回沖縄旅行に持ってきたいつもの自転車です。ビアンティのクロスバイク。風が強いとやっぱ寒いな。新宮までは福袋買ってない。いや自転車になってないと思います。3時に帰りました。あ、風でシークワーサーかぶるってどういう意味か。シークワーサーってあのすだちみたいな感じですよね。カオスとかすだちとかあれかぶっても頭に乗っかるだけだし、もう少しかな。川越線、川越線、 JR 川越線ですか。お土産は一応ですね、実家向けにあのもずくの佃煮を一瓶買いました。350円の。あと会社の人たちへのお土産用にあの伊平屋島で作った黒糖をあのキャンデーみたいに小さい包装がいっぱい入ってる黒糖の150円パックを1個買いました。以上でお土産終わり。お願い持ちは太宰府だからと多分値段じゃないですから。ネズミ捕りか。ハテルマ信号が大失敗、冷めてない。あれはどうなんですかね。小豆もなかみたいなもんか。あ、そうだ、今のとこから新宮駅の方に行ける。3号、私は通ってない。フラッキーさんも多分あの感じだと通ってないな。よし、もうすぐ廃線跡たどりの起点につけるはずなんだけどな。ん？似たような味の。ああ、沖縄と比べてこの寒さにその体が耐えなきゃいけないっていうのが一言で、ああ、松貝餅かな。実は実家にも松貝餅あるんですけどね。雪見大福は小豆分はないですよね。風が、なんか住宅地ができてるのかな。こっちも結構新しい住宅地ですね。寒さよりもちですか？笑。寒さよりもち。あ、気分で言うと寒さが気になるかっていうと気になりますね。あ、じゃあ風だ。今気になるのは風です。風いい加減にしてください。最近うわ。最近何を使ってるって。うわ。立てる九州だからってのありますかね。新興新宮前この辺りって松林じゃなかったですかね。ここまでではないかな。あ、そう、余裕ですね。ここだったらやってます。ちょっと読み上げがおめでとうございます。読み上げが小さすぎるな。埋め立てではないと思いますけどね。ローディは今のところはクロスバイクっぽい人一人見ただけですね。持ち帰ってる。あ、もちろんこっちじゃない、こっちだ。風が冷たいです。空気としてはそんなに気温低くないんですけどね。
ちょっと読み上げ上げよう。聞き取りづらい、すごく。60ぐらいしとくか。これで。麻生セメントが韓国まで続くトンネル作ったらどう思いますか？どう思いますか？いいんじゃないでしょうか。いくらかかるんだろうな、海の中掘ったら。よっと。よし、もうすぐ。これなんか古い GPS の地図持ってきたらまた線路乗ってたかもしれませんね。奈良さんいらっしゃいませ。よろしくお願いします。ん？あとなんとかって、本当住宅地新しいな。今なんか落ちてきた。ああ、聞こえますか？聞こえます。なんか今雪っぽいの落ちてきたけど、あられか雪か。よっと。前の自転車ではないのね。前の、ああ、半年前から変わってます。落ちてきた？なんかボトッと落ちてきたんですけど、手になんか当たった。空港は博多の方ですね。実家にオキッパーの方は屋根裏部屋に置きっぱなしです。鳥の糞にしちゃ粘性がないな。これだ。あ、運が面子そうそう。車両来てますね。2両か。クレイジー。あれ、鳥の糞がアウトでしたっけ。風が強いですけど、これから線路沿いに行くと多少追い風になります。じゃあちょっと新宮駅前を撮影してから。電車だ。電車、うん、これは電車ですね。西鉄は汽車じゃない。ここの路線は少なくとも。で、今これが終着駅になっちゃってます。黄色い電車で、西鉄貝塚線、昔はこれ宮地岳線という名前だったんですけどね。それから宮地岳線は一部の区間の話かな。で、あ、まだ、あ、電化されてますね。新興、なんだっけ、任務課だっけ、任務課かなんかの西鉄600形 IC カード対応してますね。海の中道は今回行かないです。中道に行くにはどっちだっけ。かのなの、あれですね、鹿の島ですね。海の中道の先に繋がってるやつ。よし。あとこれ西鉄はですね、今地下鉄に繋がってます。空港まで1本では行けないな、確か。どっかで乗り換えて空港まで行けるはず。福岡空港まで、おめでとうございます。お、なんか来た。ここから臨港。臨港30分延長しました。貝塚方面になるな。これ博多駅には直通してないんですよ。アーツさんたちも上りが出てきた。うん、上り。なんか板登りってコメントが書いてあったけど、ニコ生ジャージ的な上りを作っていったんですかね。でもそれテレビに映すっていうのはどうだろう。やった。うん、あ、来た。のこの島は船じゃないといけないはずじゃないですかね。この辺りの島で陸続きなのは鹿の島だけです。長い橋なんかもできてないと思いますけどね。向こうに来たから見えませんね。この車両もかなり古いんだろうな。自転車寝てますね。軽音的な上りって軽音自体の上りなんですかね。うーん、よくわからない。どういう流れなのかわからない。手榴弾、福岡といったら手榴弾の認識が広まりましたね。認識じゃねえよ、認識じゃないよ、事実じゃないよ。あ、正規表現引っかかってる人いますか。あ、結構そのアンチの人がいるのも知ってますけどね。
玉金。よし、じゃあでですね、前はここから先線路がつながってたんですよ、ずっと。で、線路跡はあの衛星写真で見る限りまだ他の敷地として使われずに残ってるっぽいです。ロボさんの時はイカ娘かナルちゃんですよね。イカ娘かナルちゃん、ナルちゃん、イカ娘も未だに見てないんですよね。おお、あれがない。線路の端っこが山形に盛り上がって終点になってるのがないですね。あの砂利で埋めてあるだけだ。健全な暴走って卑猥コメントいらない。いや、コメント、玉金ぐらいなら別に子供、あの小学生的な意味で。まあやっぱり線路がブツッと切れてる。よっと、見えますかね。あ、なるほど、山形にしてるの。ああやってるんだ。線路自体曲げるんじゃなくて線路の切れ端をつないで作ってある。くるっとなってないですね。お、暴走ラン。あ、大嫌いというか苦手ではあるんですけどね。ただあんまりゲスっぽいのは嫌いです。あの下ネタとゲスの間の境界線難しいですよね。人によって違うんですけど、私はかなりゲスラインが近いですね。ゲス境界線が、それを超えた人に対してはこのゲスがっていう感じで思いますね。で、ピラミッドパワーですね。ピラミッドパワーですね。いや、ですね、ですね、ですか。あ、いらっしゃいませ。ビクンビクンは、これどっちの道行くつもりだったっけ。まあこの左の方でいいか。で、また鳴り始めたのはあれは出発するんですね。うん、砂利で埋めて線路は切れてます。で、切れたところに、あの、三角形に線路組んで。うん。やはり。いや、あの、面白がってる人が多いんだったら、それはそれで正しいと思うんですけどね。お坊ちゃまくんはちょっとずれてるかな。お坊ちゃまくんは、ちょっと、ちょっと世代違う感じかな。そう、これが、あの、西鉄新宮の終点です。今は JR の元筑前新宮駅、なんて言ったかな、なんとか高校前って名前に変わってたと思いますけど、あられちゃん世代ではありますね。よし、じゃあ、配線あとこっちの方になるので行きたいと思います。どっち通るかな。あれあれあれ、ロボさん、おめでとうございます。早速か。 GPS ハング少々お待ちを。よっと。ちなみにこれ N ループなんですけど、カラーバリエーションのやつで、これはイメージとしては抹茶ミルク色。自転車道には多分なってないと思いますけどね。GBA サング早いな。よっと。あ、そうそう、今年初サングですね。よっと、ファームが複雑になりすぎてるのかな。で、この GPS が立ち上がるのに 1,2 分かかります。 GPS ログは、いや、今ハングしたばかりなんで大丈夫です。ちょっとあの時間潰させてください。あ、延長詐欺はそろそろ時間かな。あ、しまったとか言ってる間にもう終了詐欺になってしまった。それか本当に終了したか。よいしょ、どうだ、接続。うん、よしよしできた。おい、詐欺られました。延長詐欺ですね。お待ちください。やっちまったな、お待ちください。詐欺だね。詐欺に気づくのが遅すぎた。まあでもちょうどいいや、 GPS が立ち上がるまで。おつ、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。こんぐらいでいいかな。ちょっと待ちよう。終わったかと思った。よし。
これで復活。失礼しました。延長失敗詐欺ですね。延長はちゃんとできてました。経過時間、あ、そう見えるんですかね。それは確かに勘違いするよな。生きてます、生きてます。バグなのか、環境の問題なのか、他にこの問題が起きてるって聞いたことないんですよね。だからまあ、私の XP 環境の問題かな。よっとっとっと。じゃあ、改めて、GPS も再起動したので、行きます。配線ですか？いや、はい、あ、そうそう、配線後ですね。今の配線は、線を配する方かと。グッズ。今日は暖かいですよね、空気は。全然なんか1月の寒さじゃない気がする。うん、自動延長はオンにしてました。ああ、こっちにも小さいバスが使用で。詐欺に騙されてました。騙されてすいません。騙されますよね、それは。時刻表示まで止まったら。これが線路跡かな。ああ、レール撤去しただけじゃなくて砂利とかももうないんですね。というか、もうなんか家が建ち始めてるのかな、これ。区画整理されてる感じが。ん？野球場、あ、向こうはあれ学校かな。向こうグラウンドありますね。あと、こっちが走ってると近くで見られないの、線路跡が。向こう行くか。ふぅ、風がやっと追い風になった、これで。お年玉もらってない。あげてない。ホラフキーさんは関東に戻りました。分譲住宅に なってるような感じですね。これ防風林のはずですよ、確か。これ海のすぐ近くなんで、私が行ってた小学校も海のすぐ近くで、あの間に防風林がありました。松の木の向こうに渡りたいな。元信号のとこはないのかな。お、あの道は やっぱりなんか再開発してますね。左側に行くとすぐ海のはずです。おいがいます。おいはですね、あの NHK のなんとかポッテイトのポッテイトだっけ、なんか住宅地になりつつあるみたいですね。あの無敵地っていうキャラがいるんですけど、お湯は無敵地のことを必ず無敵地と言います。無敵地。あとはあのなんだっけ、ジャコブ家のプリンスであるメイコブのことが大好きでございますという話は何人ぐらい通じるのかな。今 NHK でやってるニコニコプン的なやつ。砂に、ん？砂に、よっと。ファミチキみたい。ファミチキ。これどうやって渡ればいいんだ。福岡に戻るの？いずれは福岡に。どうかな。また GPS ハングした。なんで？え？なんで？騙されたのは私だけではなかった。ちょっと GPS がまたハングした。おかしい。なんかおかしい。なんだろう、地図のデータがまずいのかな。将来さかなクン、なぜタイヤは32C ですか。タイヤは32 C です。だいぶ違いますね。天寿、ん、天寿。お高いのに大変ですね。高いのに、お高いのはどれの話。あ、GPS か。GPS は2万5000円ですね。電池は大丈夫です。もうそのガーミン捨てようよ、だ。捨てようよ。来た。あの PC 捨てようとか、あのガミ捨てようとか言う人だ、言う人だっていうか知らないけど捨てるか。これは本当にあの今までのガーミンデバイスの中で、あのファームいじって、なんかそういうのではないです。あのファームいじって地図画像データが重ねられるようになったっていう時点で過去最強の状態なんで、最強なんで、これはもったいなくて捨てられないですね。このデバイスがというよりは、このデバイスの今のこの
ファームいじったりした状況のこの状態が一番強いですね。で GPS、 あこの辺りどうなってんだ一体。ファームいじったことが影響してるのかな。ファームいじったは文句言えないですけどね。多分このバズアイテム機能の、おえなんで車が向こうから来る、上げたっていうか、あのバーズアイの機能の、あのガード機能キャンセルしてるんですよ。いや、データ吸い出しではなくて、あ、本当に行き止まりだ、これ。どうしようもない。じゃあ地図の縮尺1個下げとくか。うん、国土地理のオンライン地図を、コピーして、コピーっていうか、ものすごい長い時間かけてダウンロードして、お、実家。ちょっと待ってください、これ。一応向こう見てみるか、どうなってるか。フォルクスワーゲンでジャンプしたりしますね。あと壁走ったりしますね。いや、地図上はいけなさそうですね、初っ端から。実家、今実家から出てきてます。実家からここまで自転車で20分ぐらいかな。そんなかからんか。あ、抜けられる。魚、鶏肉も入ってるんですけどね。ツイッターの写真は鶏肉入れ忘れた時のものです。今日は泊まりか。今日は実家泊まりで、実家泊まりです。おお、配線跡だ。無事抜けられました。これがもともと線路があったとこですね。今夜の宿配信楽しみです。宿配信はないですよ。宿配信は老いがすごいテンションなんで。ここはそうで、ここは福岡県です。私道で抜け道させないダメかな、うん、市道で、ここから自転車で横浜から横浜、横浜市にしても横浜町にしても難しいな。あ、またマイク。追い配信なし。おいおいですね。おいおいですね。え、音声またおかしいですか？こっちまでは、うん、一応遊び範囲ではあったかな。で、ペカン？ペカン。音声悪いですかね。この間、再起動したら良くなったことがあったんですけど、なんかブツ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 かな？タイムシフト聞いてないんでわかんないですけどね。音声がひどい時期があったらしいんで。大丈夫ですかね。あ、じゃあこれでいきます。ん、ここから 30? ここから 30? あ、これか。じゃあここまでは何キロだったんだ。お、コガゴルズ城前駅です。ご存知ですか？うちは丸餅ですね。動けません。つぶやき、よっと。よし。で、だいたい10キロぐらいです、延長は。線路の距離は。ただそれをジグザグに、道がないとこ含めて、迂回しながら行くんで、15キロぐらいになるのかな。まあ、3万くらいかけてゆっくりと。うん、はっきりわかりますね、この線路跡。注がないのが羨ましい。注がない。前確かこれ金網でもっと厳重に線路脇囲ってあったと思うんですけどね。エロいですね。申し訳ない。あ、ビジョン。看板まだ古いのあるな。ほらこれ。まだ線路内っていう表示がありますね。西日本鉄道株式会社区長。よし。いい。線路内の看板。あ、日が差してきた。少し暖かくなる。線路じゃなくなったから捨ててもいいのか。線路、いや。あとこの辺りの松林はですね、キノコ狩りの人がよく侵入してるんですよ。で、入っちゃいけないっていうのがなかったかな。5年前に廃線になってます。だから撤去したのはそこから1年、2年ぐらいじゃないですかね。直後はまだあったはずだから。2007年廃止。うん、2007年ですよね。あ、
今年2013年になったから6年前なのか、年だけで言うと5年と何ヶ月か前ですね。親戚が全然帰ろうとしない。帰ろうとしない、何の話。もう5年で、ここから先はですね、あの周りに道がないのでちょっと線路離れます。あと前この辺り配信で走ったことあるような気がする。ゴミないね、民度高いね。ゴミ、ああ、道端のゴミはさすがに民家近いから捨てにくいんじゃないですかね、掃除機は。でも松茸が取れるんだ。松茸、ああ、どうだっけ、取れるのかな。ただの空き地、ああ、線路跡ですかね。よっと、なんか殺人の跡にも見えるな、ちょっと。長い空き地だ。長い空き地、あ、細長いか。6年ですね。ついこの辺り、あ、この前。これは線路跡じゃないよな。うん、違う、ここは違うはず。今来ました。お、いらっしゃいませ。ベッド、ベッド、実家近くの廃線になった線路跡をたどってます。なぜあそこに長靴が。ゴム長。あ、ゴム長でしたっけ、あれって。ゴム長ってなんかズボン部分を含んでるような気がする。オブジェ、オブ、お、まだこれじゃいけないな。どっちだ、こっちか。ロボさんの松茸を欲しがってる人もいますよ。松茸か、私の松茸ってな、あ、これかな、違うかな。私の松茸って何のことですか。新しい自転車、いや、そういえば見てもらってないな、いっぺんも。そうそう、自転車壊れた話してないな、そういえば。で、ここまで来て一旦国道に出ないといけない。ガーミン20時間ぐらい確かスペック上持つはずです。丸1日大丈夫ですよ。前のオレゴンってやつは一回夕方頃一回交換必要だったんですけどね。ロボさん、ん、何が仕掛かってる。コグマの、あ、コグマのお菓子か。ツイッターでじゃあ後で。今コグマや店主も何も一人なんですけど、和骨福岡って作ったお菓子はいっぱい食べてますよ。手榴弾はですね、そこら辺に落ちてるから気をつけた方がいいです。なんかコードコグマは住宅地、ね、あのファイナルファイトのボスみたいな感じ。何の住宅地で、それが線路、あの旧線路跡なんですけど、飛行機輪行でこっちで持ってきてます、関東から。で、この通り、見ての通り道がないので一旦迂回します。家族にもそんなに丁寧なお話し方なんですか。家族、いや、家族との場合は福岡、あのこっちの方の方言で話しよっちゃけどね。あ、やっぱ無理があるな。話す相手によって意識してすら切り替えられない。あの、切り替えるというか、ネイティブにできない。実家と、あの、家族と話してるのは旗から聞いてもらえると一番簡単なんですけどね。ん？太宰府は今離れてますね。離れる方向に走ってます。で、太宰府じゃないけど、宮地岳っていうとこ、宮地岳神社っていう方には行くので、そこで、あの、太宰府天満宮で売ってる梅貝餅とコンパチの、コンパチビリティを持っている、あの、あ、そうだっけ、お雑煮の時。多分そうですね。あの、梅貝餅とコンパチビリティのある松貝餅っていうのがあるんで、それは食おうと思ってます。でも今日はさすがに人多いかな。妹さんにリアデコしたいのですが、イゼナからですか、イゼナの方ですか。ロレントのこと分かる人いるのか。古いよ、ネタが。ん、井上陽水。現地の、いや、どげんね。難しい。ここが今店舗ないんですよ。あ、福岡ラーメン、あー、そんなでもないですかね。
今どちらかというと巻きのうどんとかの方が、昨日実は実家で話題になって調べたんですけど、こっちの博多、柔らかいうどんとして有名な店の巻きのうどんっていうところあちこちあるんですけど、実は巻きのうどんじゃなくて巻きのうどんだった、巻きのっていう名前の店舗かと思ったら、巻きのうどんだったらしい。福岡の人たち知ってました？巻きのうどんって巻きのうどんなんですよ。でウエストかで、巻きのうどんは本当は巻きのうどんらしいんですけどね、言い方としては。でもまあ昔から巻きのうどんって言ってるから、食べても食べてもなくならないうどんとして有名なんですよ。釜揚げで水で締めてないもんだから、ついに使ってるといつまでも水を吸い続けて増えていくっていう。なまらよい東海、なまら北海道。という巻きのうどんの話題が昨日ちょっと家族で、信用できる、信用、信用できるって何ですか。名護汁か、水筒みたいなもんですよね。銀座ジュエリー巻き、巻きはですね、どこだっけ、福岡県のどっかの地名らしいんですよ。巻きどうでしょうネタですね、パスタネタ。筑紫ヶ丘ですか。巻きの信用できる、わからんな、何のネタなんだそれ。おめでとうございます。そろそろ線路跡に復帰できるはず。ああ、GPS が怖くて操作できないな、これ。うどん吸い取りますよ。吸い取りますよっていうのはちょっと言い方違うな。吸い取とですよ。これかな、線路跡。川端ぜんざい。おー、そう、ふやけて増える特徴。いや、なんか地名らしいんですよ。巻っていう名前の地名らしいです。ここはなんか砂利残ってないですね。ちょっと道っぽい、ここだよな今。うん、ここだ。福岡では締めうどんですか。え、締めうどん、締めうどんって知らないです。稲垣峠、まあまあ近いですかね。なんで夜行くんですか、あそこに。前あそこ行ったら GPS の調子がおかしくなりました。GPS の補足している衛星の、ランダムで割り当てられる色がなぜか全部寒色系になって、寒色系になって。で、これやばいとは特に思わなかったですけども。ん？バキュうどん？バキュームうどん？え、マルコメって福岡？いらっしゃいませ、ちゃんの人。これ線路跡です。こっちは昔は良心的だが今は悪徳らしいね。悪心的。あ、古賀ゴルフクラブ、多分この辺りのどっかが駅前、古賀ゴルフ場駅前だったと思うんですよ、駅の名前。違う、古賀ゴルフ場前駅だったんですけどね。でもよく考えたら私は古賀ゴルフ場前駅に来たことがないからどこだかわからん。そう、山の方は結構雨が降ってるみたいです。お、巻きのうどん、巻きのうどんって言ったらごぼ天うどんですね。それ以外はないですね。おっと、あれはフラフープか。ああ、日割り多いな。まあ、駅だったかもしれないとこです。まあ、ゴルフ場の入り口はあそこだから、あの辺りですよね。雨、そうです、稲垣峠。まあ、いろんな出るって話があったり、魔法地帯の村が山奥に存在するなんていう噂があったりするとこですね。本当に雨大丈夫かな。ハンニバル、ハンニバルって人を食べる人、人を食ったりの人でしたっけ。わ、ちょっと X バンド、
うん、雨降ってる領域は近くにはない。棒で2択です。それしかないです。ハンニバルといえば A チーム。 A チーム、おー、誰だろうな。今誰を話したんだ。親が、ああ、うん、年齢的にそろそろそれ超えてますね。今のなんだ、今のは。もう、ちょっと。お、降りそうだけど、あの、雨が降ってるエリアないんですよ、近くに。おお。こっち行けないのかな。ん、体重ですか。ああ、体重はたまに。あったり、あったりしますね。前一遍配信中に見かけたことがある。M 君を見たことがある。おっと。音量注意。おならか。しょ、あ。西鉄小川か。あそこも同級生いたな。あ、夏さん、おめでとうございます。よし、ぐるっとまたチェックしてしまった。ナイス行き止まり。あれ、行き止まりじゃなくて何て言うんですかね。こんにちは。あれ、これはそろそろ、そうですね。あらら、おやあれぐらい。さて担ぐか。あ、袋小路ですかね、あれは。ループにはなってるけど、それ以上いけないっていう。いいよっと。今日は荷物半分しかないから軽い。一応あの雨具やら銀行袋やら入れてきたんですよ。伊勢の柱の影、お姉さんかよ。星家のお姉さんか。あの人は星なんて言うんだろう。うん、そう、体力強化のためですね。まあ、あの、青森県の、あの、階段国道に比べれば大したことないですね。あそこは死ぬかと思った。荷物が重かったから。やっぱり右手の山の方が、雲が黒い。シクロ、あ、いや、これはあの、クロスバイクです、普通の。ビアンキのクロスバイク。あ、ちょっとだけ裏道行けるな。矢印多すぎ、ん？矢印？一方通行みたいな話かな？柱の影、笑。柱の影。柱の影から見守ると言ったらあのお姉さんですよね。ロボさんはコツです。お、いらっしゃいませ。今実家の近くを走ってます。あ、あれ鉄橋跡かな。うん、あ、GoPro、2ですかね。 GoPro Hero 2。ユーマの姉さん、なんか面白いところないの。今の面白いところ、なんか面白いところないの。厳しいな。あ、なんて言われたっけ今。多分このラーミア。あ、やっぱこれ線路跡だ。撮れないけど。GoPro ですね。スリーマーは見かけないみたいですけど。今来たロボさん。よし。おめでとうございます。ん？線路。なんて、なんて。面白いことパンク。パンク、久しくやってないですね。通ってた小学校とか中学校とか。小学校は小賀西小学校。まだ多分あるはず。うん、なんかサイクリングロードに整備してくれても良さそうですけど、もう住宅地ができ始めてたからそういう計画はないのかな。うん、日が出てれば私が今どういうシルエットか見せられるんですけどね。あ、分かれるかと思ったけど、あれはどうなんですかね。どこまで穴でかいんだっけ。うん、面白です。昨年は距離とか測ってないんで分かんないんですよ。まあ、あの、あ、そうだ、自転車、そう、
うん、サイクリングロードは少なくとも新宮から規定にはできないですね。住宅地があったから。福岡じゃないの？福岡。あ、ホークスだからか。どうなんでしょうね。私はあの形を見てどこの会社かって分かんないんで。あ、いかん。アクセス過ぎてしまった。で、これ横流れてるか大根川です。私の父がうなぎを取りすぎてもううなぎないんじゃないかっていう川です。でも大根川って名前が面白いってよく言われるんですよね。子供の頃からすぐ近くの川が大根川だったんで普通の川の名前として認識してたんですが、でさっき向こうからあの声出てきました。で今ここ電波ないのかな、もしかして。渡ったらすぐまたあの道出て、みかんもぐ、みかんあったっけ、このあたり、したい、トマト、なんか止まってたみたいですね、S&B、延長、できてましたっけ、ちょっとチェックしよう、来ない、あれ、電波悪い、大丈夫ですかね、なんだろう、今の。延長はできてます、大丈夫です。大根川でございます。あの工房大使が大根分けてくれて地元の人に頼んだら分けてくれなかったんで腹いせに冷やがらして、でみんなが参ったって言ったら元に戻したっていう。どんなジャイアンだよ。あ、空海、あっと、という話は私親から聞いただけなんですけどね。うん、あ、おめでとうございます。今年もよろよろ。ここで多くの女子が太ももを洗ったことから大根足か、呪いかけたとこですね。嫌な野郎ですよね。あんまり言うと私は怒られそうな気がする。そう、大根、大根マニア、大裏、ちょっと今泥ついたな。でもうそろそろまた線路沿いに走れるはず。元線路沿いに、メコン川、どこだっけ。え、小田急線大根駅、え、知らないですが、おめでとうございます。40で、ああれ、この辺り道があるはずなんだけど、これのこれか。学校はですね、近く通るかな。どうだっけ。小谷小は、でも小学校移したらまたなんか言われそうだな。線路跡、向こうが、あっち道ないか？ないな。じゃあこの道で。これ線路跡です。前、ここさっきのあの、クリーム色の列車が走ってたんですけどね。でもともとあの採算的に近くを国道とあと JR も走ってるんで、ほとんどなんか需要がない線路になってたみたいです。金網でどうだったかな。いや、確か柵はありましたよ。んオブライホー、あ、そうか、あそこの踏切があるから近く通りますね、小学校の。やっぱりちょっと見ていくか。天気悪いね。天気はあの山の方、右手の山の方、今雨雲が通ってて、で左が海なんですけど、こっちの方はなんとか降らずに済んでます。明日雪の予報ですよ、こっち。初恋の人との偶然
初恋の再会はよ。初恋の人今ってもわかんないの多分。にゃんちゃだったからな。にゃんちゃだったからな。一切体を動かしてなかった。少年院あれ。今気温はそんなに寒くないです。雪降ったら、いや、大丈夫でしょう。中山駅。中山駅はどこだ、どこにあるんだったかな。神奈川の中山駅と、あとどっか別の中山駅もあったはず。おっと。道あるよな、そこあるよな。あるよな、あるよな。ない。なかった。福岡スキー場どうだっけ。確か佐賀県との県境あたりにあったような。前そのあたりに温泉に入った入りに自転車走ったことあって。これは確か左に避けられるんだったっけ。うん、左に行けば抜けられる。ルークス。そうなんですね。東京よりもちょっと南、かすかに南。ブラスバンド。わら、うん、袋小路には必ず車が止まっている。あれ、ちょっと待ってください。全国的な人物になろう。どうなってるこれ。GPS の地図とだいぶ道が違うな。こっちに行けるはず、GPS によると。予定ルートだとここ通ってるはず。空見たことか、行ける行ける。すごい道だ。わら、はまった。一応ルートラボで細い道を見ながら、線引いてたんですよ、うん、でこっちに行けば線路取り戻れる。一応予定ルートですこれ。親父が、ああ今の写真撮らなかったな、もったいない。お母さんが早く嫁連れてきてとうるさいから実家に行きたくないのいかやく、うん、行きたくない。私はなんかでこっからこっちの道でよし。うん、ルードラボのヤフー地図にちゃんと載ってるので、この辺りの道の歩道というか、あれ、周知じゃないですよね、一応。道として、地図ではそう道に見えたので。あ、新年、そうですね。実家へはもずく佃煮1瓶350円。会社へのお土産は、伊平屋島の黒糖、150円。で、あれが元電電公社の NTT の、鉄塔ですね。その前、もう横まで来てるじゃないか。なんか道こんなんだっけ？あ、この道があれか。これが通学路のあれか。で、これが私の出身校、小金小学校でございます。うん、え、鳥が？気づかなかった。あれ、小金小学校、これは多分変わってないよな。海に打った。打った。これが出身校です。ああ、用水池も元のままだ。当時の校舎と多分基本的に変わってないと思います。工場なのか。プールもある。でですね、本当にすぐ裏手が海なんですよ。今ここ見てもらうと分かるんですけど。こんにちは。まだ遊具とかは、プール、丸見えですね。ロボくんです。当時は木造でしょ。当時、いや、当時コンクリでしたよ。バカにすんな。いや、木造バカにするわけではないんですけど。壁塗り直してあるでしょうね。何十年前になるんだっけ、ここに小学校に通ってたのは。小学生って何年から何年も、何歳から何歳までだっけ。夏はですね、あと海岸清掃やってましたよ、たまに。木造余裕。よっと、ここに小の効果覚えてね。しけもく。そうで、ほら、これがブーフリン。で、すぐ向こうが海。で、この辺りの壁のどっかに確か海に出られる抜け道があったはずだけどな。ん、何の仕方。あ、これかな、この道かな。
今のところが出口だったかも。これ大木切りますけども、ずっと昔からなかったっけ。うん、あ、何ですかって。いたずらはまあしたでしょうね。覚えてないけど。で、運動場のレイアウトも変わらず。遊具はどうだあれ。ああ、違うか。あれは元からあった逆三角、逆円錐のあれっぽいんだけど、あれ回らないようになってるな。クジラ肉の唐揚げ出ましたね。唐揚げだったか覚えてないけど。あそこの渡り廊下があって、向こうが体育館で、ああ、ジャングルジムは元のままかな。わかんないですね。で、私がこの格好で覗き込んでるのは相当やばいと思います。さっきのおばちゃんにも声かけられるんじゃないかと思ってビビってました。テトラ牛乳、スクレオレンジ。あれ一輪車とこ置いてある。うん。逆三角形のあのぐるぐる回って、あの振り回された子供が怪我したりしたっていう、あのやつじゃなかったかな、あのやつじゃ。いや、あれは逆じゃなくて、逆じゃないあの円錐のやつか。あの、こう、授業で、どうだったっけな。飛行機の、あ、飛行機にこうタイヤの空気抜かないです。ロボじゃないかって、ロボは大学の時からのあだ名なので、小学校の時にはロボと呼ばれてません。余った牛乳。牛乳飲んで、ちょっと待ってください。予定ルートに戻ろう、そろそろ。テトラは低学年だったな。こっちの細い道だな。テトラ低学年、学年によって違いますか。あれ、こいつは、あれ山柄か。なんだっけ、あれ山柄じゃなかったっけ。小学校のあだ名ですか。給食の小学校の時のあだ名課金です。あの吉川だからなのか、火曜と金曜にあの塾に、公文式の塾に行ってたせいなのか、課金と呼ばれてました。あと友達の岡崎くんはその巻き添え食らって雑菌と呼ばれてました。ん、金ちゃん、 なんで金ちゃん。あ、これ踏切跡だな。課金中、課金と呼ばれてました。課金、つらつこみち。いや、小学校の時の友達だと本当に課金って呼ぶかもしれない今でも。でも雑菌はひどいですよね。岡崎くんだから雑菌。カクラキよく覚えてないな。就職講演会？メガネはもう子供の頃からですね。子供の頃あの失明しかけたことがあって。なんだっけ、縁日か何かのお土産の、あの、針金細工のトンボだか、なんだか、針金ってすごく細いやつなんですけどね。もう先端が目に刺さったんだったかなんだったか。で、手術したことがあるんですよね。花見駅。花見駅跡は、行ったことあるはずなんだけど覚えてないな。ここも線路通っ払っただけですね。同窓会27日にやったらしくて、私は参加できませんでした。あと同窓会って言ってもそれ高校のやつなんですけどね。風呂、これ左側行った方がいいかな。いや、これ土地っていうか、あの線路跡ですので、まだあの活用されてないんですね。だから衛星写真でもはっきりあの線路跡が分かるんですよ。で、今 GoPro でも撮ってるので、いずれこの映像があの資料的な価値を持つようになるはず。遥か遠未来には。まあこの GPS ログさえ残れば、あの宮地だけ、山田電機は見えないですね。うん、宮地だけ線跡の G、 あの、うわ、これ見事に残ってますね。綺麗に、ああ、かな。これ2000年ですか。
いや、これはなんていうの、鉄橋の架橋っていうんですかね。うん、ゲスなコメントの、そうですね、ゲスなコメントも読み上げとしてバッチリ入りますからね。単線だったんですか？確か単線だったかな、よく覚えてないんですよ。多分単線だったと思います。あ、そういや、あのあれですね、電線も残ってないんですね。あ、線路はかん、あの換金できるから、あのすぐに撤去するって聞いたことありますよ。金箔20年後、20年後60超えか。とっくに早期定年退職してるかもしれないですね。そうそう、定年まで勤めてるかどうかもわからんし。20年後も髪の毛はありますか？20年後の髪の毛は一般的どうなんですかね。メタルゴート、うん、いや本当にそういうのあると思いますけどね。米盗んでいく人もいるぐらいだし。最強戦ですか。世界舞台に、あと世界が残ってるかどうかも分からんし、核戦争の話が最近もう全然現実的な話じゃなくなってきてるけど、現実的な話としては捉えられてないけど、可能性ありますよね。白髪になる家系っぽい。白髪、うーんと、うちの父は白髪になってて、モンピってあの門のことですか、扉のことですか。ロボさんは20年後は超合金化してます。超合金化してたいな。悲しいこと言うなよロボ。ロボさんちは激しい。悲しい。電線が盗まれる時代、あー方にありますね。オーストラリア中心、ただそれをできるだけ気にしたくない。よっと、電線盗んで、かっこいいな。ゴールドライターか。あれはダンヒルのライターがモデルなんでしたっけ。ここから先は、あ、違う、こっち行ったら行き止まりだ。夫と屠殺だぜ。屠殺、ちょっと離れるけど、そっち側の道行けば比較的線路沿いに行ける。ごまき、ごまきって誰だっけ、モースの人だったっけ。心も盗まれる時代、心が、年賀状来た。なんだその実況。うちも来てますけどね、私以外に。うん、これでよし。モースという存在は知ってます。まあ今でいうところの AKB48 みたいなもんですよね。世界にはマッドサイエンティストなトップがいるから、核のボタン押しいかれ。うん、核のボタン。モモクロ知ってる？モモクロは私は漫画か何かのことだと思ってましたが、どうやらあのアーティストグループのことらしいですね。48年賀状今年出してね。わら、ハチクロ、あ、ハチクロは確か漫画アニメでしたよね。あ、ハチクロとモモクロが頭の中で混じってんのか。そうか、ハチクロってのがあったんだっけ。お餅は6つ食べました今のところ。でもて、そうか、ハチクロとモモクロが頭の中で混じってたのか。16、これマンションの中だな。ん、いや、道、これ道書いてあるな。ロボクロジェット、いや、ん、あ、こっから先抜けられるかどうかわからない道だったんだ。ロラクロとハチクロが混じった。わら、悪部をカラシニコフの新式銃と思っていたロボさん、うん、こんにちは。ちょっととりあえずあの入るなと書いてなかったので、線路の横抜けるために通らせてもらいますね。ちょっとあの行動っぽく見えるので。ああ、タマコマーケット忘れてた。餅屋さんのアニメっていう、忘れてた。一応敷地内になるのかなこれ。実家は福岡のどこですか。実家は福岡のこの近くです。ここから 2,3 キロのところですかね。うん、あまり抜けちゃよくなかったのかもしれないけど。小学校へは徒歩
他に道書いてないんですけどね、ここ。うん、徒歩で帰ってました。徒歩で何分ぐらいだろう。あそこからだから、実家の場所はちょっと変わってます。昔とは1キロぐらい離れてます。凱旋かなは今もこの声だけで分かんないだろう。本名も書いてないし、やった。道じゃない道、ロボさんが帰ってきた、うん、キャーキャー、見事に残ってるな。でまた 線路跡渡って、本当に。かっちゃん何しとっと？あなたは毎回のあの人、毎回の人か。何しようとの人か。え、プロモで。ああ。建物、いや。といってもこの辺り走ったことはないかもしれない。わざわざこの宮地岳線沿いに走るなんていうのはやったことがないので。でも大体住宅の感じはこんな感じだったと思いますよ、前から。おっと、あのなんだっけ、あれ花見駅はどこだったんだ。車も少ないし、ああ、ここも住宅になるみたいですね。車、まあここは裏道なんで全然入ってこないですね。駅はどこだったんだろう。花見駅、花見駅、路中というか、まあ駐車場の一部なんですかね。あ、ここからまた国道に出ないと。うん、あっちなんか道があるように見える。あ、これ行けるのかな。乗ってない道だ。あ、でもこの先川だから多分無理ですね。まあちょっと行けるとこまで行ってみて、ダメだったら引き返していきましょう。ここら辺は東京で言えば田園調布でしょうか。田園調布、そうですね、分からんけど、そうじゃないですかね、多分。そうなん、どうだろう、住宅地抜けてまた向こうに出られるかな。やった。あ、すいません。あ、大丈夫でしたね。うん、やっぱサイクリングロードのことって話は絶対ないですね、こりゃ。もうどんどん住宅地になってるところがあるので。ジャンプ、あ、この先ですよね。犬、千代田区、もうダメか、もう抜けられんか。猫いないね。猫もいないですね。今日は動物見てない。で、どっちしろあそこの橋渡らないと。スライスをむちゃくちゃ重そうですけど、それは重くないぐらいに薄くすると今度は手が切れそうです。ん？何が限界？限界などの限界のことかな。あ、しばらくは線路沿い行けないですね。なんだそりゃ。世紀末伝説みたいな世界か。ん、屋敷、屋敷。峠はですね、あんまり走ってないですね。犬鳴峠と猫峠ぐらいしか覚えてない。あと焼山峠か。河口も渡れそうだったね。え、ここ渡れそう？嘘。もう過ぎてしまったから気にしないようにしよう。海か。じゃあ、津屋族で行ったら一旦海見ますかね。さっきの西のとこから出ればよかったな。あ、なんか青空増えてきた。
その間にか。もうそろそろまた配線跡に近づく。ゆかばい。あれ、この建物は？なんだろう。倉庫か何かか。抜け道。さっきのとこかな。海で花火大会は確かないですね。津屋崎の方で昔やってたような。今でもやってるかも。ハピドリのコツないですよね。多分ないと思うけど、この辺りで線路跡とすれ違う。宮地浜何駅。あの駅の跡がほとんど残ってないです。まだ一息も発見できてない。ほもか。博多っ子もちろん入りますよ。この辺りは博多っ子ですよ。当たり前じゃないですか。じゃあほもさんって呼ぶわ。ほもさんってここで連れ違いますね。この向こうはなんかまたほもネタが面白いんだろうけどな。てか人をホモ扱いして喜ぶというのはやっぱり動画としての、あの動画とかのホモネタとはまた別ですよね。配信者をとその映ってる人たちをホモ扱いするのはなんか単純な嫌がらせに聞こえるんですけどね。面白いのかな。明太子ラーメンっていうのはないかな。あ、の島だ。あ、風強い。向こうに見えてる島、愛の島って言って、前はそこに家族で行って、港のおばちゃんに雨かなんかもらった覚えがあります。あれ、こっち側にだけあの町があって、向こう側は崖なんですよね。風強いですね。っていうか、あのほぼネタにして笑うっていう感じがありますよね。まあでもほぼネタに私過剰反応してるとは思います。さらっと流しちゃいいんですよね。最近のものが何もありません。もう言われる。ああ、そういうのもあるかもしれないな。でもほぼだったら、あの男同士で結婚したっていいじゃないですか。日本だとできないんでしたっけ。もうちょっと先行ってからかな。まだできませんね。あ、まだできないんですか。遅れてるな。40過ぎて最近それが多いとも聞くし、それでもまだ少ないという話も聞きますね。30分延長しました。おや、今の発言はおいまじかよ。え、今の発言何何になりそうな雰囲気だが、自転車が嫁です。遠距離貧乏人は何歳で自転車とは結婚できないよな。貧乏人、なんか人種みたいな。貧乏人って言うとラーメン屋に行ってほしいな。道だ。よいしょ。ではないです。まさかホラさんと。ではホラさんとね、秋吉台は陸続きじゃありま。いや、陸続きでもなくもないか。あの人道トンネル通っていけば秋吉台。良かったですよ。放送できなかったけど電波なくて。いや、ちょっと放送したか。そのあたり YouTube の方見ていただければ良いと思います。まあそのあたり自分で考えますけどね。いや、考えてないのが問題なんだ。あ、ポタリング。ポタリングはなんかそんなに意気込まなくても、とりあえず自転車でどっか走ってくればポタリングにはなりますから。そしてまた結婚ネタ始めた。なんか呪縛してる気もするな。めちゃめちゃ
なんて夢のまた夢、うん、夢の夢炭鉱跡とかどうですか。そういうものなのか。締め、どのあたりだっけ。秋吉台へ行けるなら中山へも行ける。はい、前も、まあ、秋吉台から中山は陸続きですからね。秋吉台、胸熱。あ、また家できてる。この辺りは福岡ナンバーじゃないかな。うん、福岡ナンバーですね。それも福岡ナンバー。それ、あ、宮崎ナンバーだ。あれは37だな。北九州ナンバー。ああ、家できてますね。線路跡。この目の前のこれも線路跡だったとこですね。風の中ポタリングすごいよね。風の中。結構、風が。すみません。タコが、ああ、前にやれてたんですけどね。最近はもうなんか、100キロ言うあまりないな。最近100キロ走ったことほとんどないです。もうそもそもキロ数は変えてきて GPS ログ見ないとわかんないですけどね。再来週の連休あるんでしたっけ？やばいな。仕事の方が、1月末に向けてやらなきゃならんことが、線路跡にどんどん家が建ってますね。で、本当に駅跡がわからん。どっか一駅ぐらい。サジ、そうかも。SASI、サジ。どっか一駅ぐらい駅跡見てみたい。ん？今度の、なんてなんて。今回は、今の休みの話だったら、明日の夜、関東戻ります。大音量ですね。このコメントは。風邪。ここが、あ、あの地図。ごめん。これ乗ってないかな。あ、宮崎さん乗ってる。4日仕事。あ、福間駅前だ。4日仕事です。この向こうだ、駅の後。って、どれ？え？真夏日。あの、去るときは寒かったんですけどね。ここか。うわ、かけらも残ってない。このかろうじて残ってる空き地が駅前ロータリーだったんですかね。うわぁ。これわからん。週間。あ、27日から休んだから。ん？サジ、あ、ありがとうございます。SCSI、SSI。すごいな、こりゃ。あの、古い案内板に、ちゃんと線路とか乗ってるんですよ。ドラマになるというのは恥ずかしいな。わかんないですね。だから多分途中の駅もこんな感じになっちゃってるんですかね、今。これの写真改めて撮っとこう。住宅地になっちゃってますね。まあ、元の駅そんな大きいとこもなかったけど、小さい駅なんか本当にもうわかんなくなってるんですよね。あ、もう宮崎駅か。ここが駅前商店街か。こんなことやってるの、この辺り。毘沙門天祭典玉競り。おっと。成人さんが4人、4人か。多いのかな、少ないのかな。この辺は無人駅だったの？この辺は、あ、あと福間駅は有人じゃないですかね。結構大きいと思うんだけど、ちょっとわかんないですね。これこれ。ここは前、駅でした。綺麗なフォントだな、これ。手書きなのに。ん？あ、遊歩道に。そう。でももうその予定なさそうですね、これだと。年取るとですね。高校の頃、津屋崎まで電車で行った思い出が、津屋崎。あの、西鉄の終点ですね。宮崎線の終点です。もうすぐ、あの、津屋崎行き跡行きますから。あと30分くらいで着くかな。ああ、全然、線路はもう、これも多分線路の上に立ってる家だ。ん？何ですかって、何ですかって。ちなみに X68000 に最初につないだハードディスクはサジ接続でした。津屋崎海水浴場
私はこの辺りだと厚生年金プールが思い出かな。よっと、あらら、ああ、予定ルートこの上引いてんだけどな、通れないじゃないですか。新築の家が多いね。新築ですね。多分これ線路跡に全部建ってる家なんだろうと思います。ロボさん、感動の夕日が見たいです。感動の夕日、ちょっと時間かかるな。ん、商店街ですか。ああ、駅前商店街みたいなのあんまりなかったかも。どっちに迂回すればこれ行けるかな。向こうに行って抜けられるかな。厳しそう。じゃあちょっと向こうに出る道を探します。ボードですね。あ、でもサジボードとかあったっけ。スカジはボードありましたね。マニアック、すみません。アダプテック。この辺、長崎、いや、行って帰ってくる時間ないですね。もう明日の夜に。行けそう。これも多分線路際の細い道だったんでしょうね。細い、あの踏切がついてないぐらいの。長崎ちゃんぽんか。リンガハットは今どこでも食えますけどね。うん、下が多いというイメージが。やった。長崎は島の方から行くとしたら、あ、 YouTube であるんですね。津屋崎駅の在りし日の津屋崎駅ですかね。そこにしていけるか。よし。福間保育所。保育園じゃなくて保育所なんだ。私は冷パン履いてないんですよ。ユニクロパンツ。ん、どこの、あ、長崎のリンガハット。味違うんですかね。将来、それ前提にされてると思うんだけどな。仕事とかどうすりゃいいんだろうな。つや月、あ、まだありますかね。嘘。それいくらなんでもちょっと極端すぎ。なんか今立った。今 IT 系そうですね。なので福岡に戻ってどうするかなんてのはあんまり考えたことなかったもんな。私は管理職ではないです。今いい部屋、あ、いい部屋か。もう一個そこから左に入ればよし。先生、ん、先生、バキューン、オラードスって将来発展いつぐらい、どんなんだよ将来、いつぐらいになるのかな。どっちだ、上の方の道か。こっちは民家に入ってきたよな。よし、よっ。で、すぐそっちの方が線路跡なんですけど、見えないですね。データセンター、データセンター自体は勤務地にあまりならないんじゃないですかね。あ、そこにちょっとあるな、柵が。お、あ、線路じゃないか。へこんでますね、線路のところ。博多ラーメン、まあ、最近どこでも食えるので、あんまり思い出っていうのはないんですよね。福岡に戻って、ねえ。あ、データセンター詰め。やった。データセンターでもそんなにたくさんの人が働くわけではないですよね。ネロさん、データセンター詰めなんですか。ワクオスちゃんっていうとネロさんっぽいけど。もうすごいな、この坂。850、お疲れ様です。お疲れ様です。光回線があれば何でもできるでしょう。光回線、ああ、まあ生活という話だと、そうですね。個人的には漁師になれ。漁師か、誰の。正面のこれなんだ。普
通の道路かな。ようやく下水が通ったんだね。ん？下水がどこの話ですか。データセンター以外と人多いよ。あ、意外とそうですか。へえ、うなぎ。家で在宅で今仕事できるでしょ。在宅で、うん、家で働けるかどうかっていうのは本当に会社によりますよね。宇宙の会社は今はそうなってないけど、区域の下水道、回避の方法、大前としてりゃいいんじゃないかな。大前と大前、あそこあたりが線路跡のはずです。見えないな。そこからちょっと左から右奥の方に行ってる。あ、いや違うか。あ、目の前のそれだ、そこだ、それが線路跡。あそこのグリーンの柵があるところも、あれでも線路跡ですね。向こうじゃない、目の前だ。あ、フレックス。アパートメント1棟。あ、で、管理費というか、家賃でってことか。テライト。そこの、あの、壁が白くなってるとこありますよね。あそこが、線路跡です。で、そこにもなんか家建ってるのかな？よく見えないけど。よっと。下水道管の新設となっています。正面の山、あれなんですかね。地図で見ると山の名前は、あれが浅間山です。浅間山か。あ、宮地岳のある山ですね。あれ宮崎神社のある山っぽいです。この辺の電線は接続してるんですか。ネットどうでしょうね。ここら辺歩いてる人に聞くと分かるかもしれない。まあ聞かないけどな。ペットか一番新しい、うん、今日風強いです。あ、だいぶ細切れになってますけど、これ線路跡です。あ、家建ってる。ペット。よ。多分あそこの麓あたりが宮地岳神社だと思います。あの山。宮地岳神社は去年来たっけ？去年か一昨年配信で来たことがあります。と。これは風きつい。結構風ありますね。さっきまで追い風だったのに。今左風になった。あー、ここからちょっと向かい風だな。うん。ネット回線っていうか、あのフォーマーですね。何が見える？ここからどう行くんだっけ？ああ、ちょっとあまりにも変な道通り過ぎてるなこりゃ。これは左経由で行くか。でもこういう景色いいな。見えないよ。見えない。見えないっていうのはどれの話かな。対馬？対馬？これ福岡県。今は福津市かな。福間と土屋崎がくっついて福津市になった。いい垣根。垣根。垣根を使うと燃え広がりそうですね。火の径ですね。美容室本和歌じゃなくて本川か。どれが美容室？福津。ん？そう、福津市。あ、なんかこの景色は少し讃岐、讃岐平野っぽい。ん？何の家？あ、いかん、行き過ぎた。
あれ線路跡どれだ。この辺り横切ってるはずなのに、この辺りに家新しいからこの辺かな。あ、これだ。これも線路跡ですね。山登って、こっちだ。この辺りの家は8年前だったらもう電車が通って潰されてしまった家ですね。という話は全然意味がないな。住まいはその辺。うん、住まいここから3、4キロぐらいのところです。あの実家は、あ、すいません。見事に線路沿い立ってるな、これ。家が多い。あ、いい家。駐車場はあっても庭はいらないのですね。駐車場はあっても。お、ポコタウン。本当に POCO だ。ポコタウン、宮司中央。ポコタウン。ポコタウン。あのキャラクターがポコなのかな。いい家でした。家を通過しなきゃいけないですね。買い出すか、どうでしょうね。コンビニは確かになさそうだけど。で、こっち側から行ける。ヘミングはあんま良くないかな。あ、すいません。興奮してる、興奮してる。ポコタウンに住んでるって言いたくないな。ポコタウンに。この声は、ムクドリかなんかか。そこなんとか、あなた方が想像する通りですかね。私も想像したけど、あだ名ポコチンになるだろう。チンになるかな。そこまで直接的に。あ、この辺り宮地岳神社にから帰ってきた人たちかな。歩いていける距離なんですね、多分。ポコタウンとコモアシオツだったらどっちがいい。コモアシオツ、あ、いや、どちらでもいいです。どっちでもよし。一旦じゃあ津屋崎駅跡まで行ってしまいます。あ、止まった。あ、やっぱりあれだ。あ、参拝はそこの後で行きます。ただ人が多すぎるから中に入ることはできないかも。電波も取り合いになりそうだし。うん。放送外で引かないですね。今、足見たでしょ。足。足というと、なんか女子がいたってことか。電波良くないですか。人の密度が高いからかも、もしかしたら。それかもともと電波がないのか。ダメか。今の過去は以前にも増して、あの違和感がある過去だから、人混みの中に入ったら何か言われそうだな。裏道に入ろう。コメントは電波の裏メーター。電波はコメントは聞こえてはいるので切れてはいないですね。もう晴れてきてる、晴れてきてる。明日も晴れないかな。あ、なぜだ、なぜ止まった。 GoPro 停止。給電できてなかったか。
それかまさか給電切れたか。切れてない。よいしょ。